せっかくですから、皆さんチョコボに乗りませんか。魔物退治のお礼を兼ねて、初回に限り無料にさせていただきましょう。お乗りになられるのでしたら、こちらの者に声をおかけください。ありがとうございました。助かりました。私はね、召喚士の人。申し訳ありませんが、どうかご理解ください。召喚士の旅を邪魔するなんて何考えてるわけ。申し訳ありませんが、例外はありません。話にならないわね。この先の通称キノコ岩街道で討伐隊による作戦が展開されます。あなたたち、見ての通り召喚士でも通行止めよ。結局は召喚士を頼ることになるのに、全然わかってないんだから。まあ、いい機会だから戻って休むことにするわ。行きましょう、バルテロ。チョコボで行けるのはここまでっすよ。はいはい、降りて降りて。リサイドのガッタとルッツです。こいつが最後のおとりです。遠方からご苦労だったな。さあ、通ってくれ。今度ブリッツ教えてくれよな。ちょっと行ってシンを倒してくるから待ってろよ。通行止めだ。あんたたち召喚士様とガードだろ。迷惑かけてすまないな。あん、知らなかったのか。各地で捕獲された真のコケラが続々とここに運ばれてきている。真のコケラがいる場所に真は現れるだろ。この習性を利用して真をおびき出すんだ。またお会いできましたね、ユーナ殿。あ、はい。どうしましたか。お困りのようですが。実は。なるほど。お待ちしておりました。作戦司令部にご案内いたします。その前に頼みがある。は、何なりと。召喚士ユーナ殿とガードたちも通してほしいのだが。お言葉ですが、シモア様。君に迷惑はかけない。責任は全て私が取る。かしこまりました。通行を許可いたします。どうぞ。 ありがとうございます。
ユーナ、行くわよ。偉そうなやつ。偉そうじゃなくて本当に偉いんだよ。さあ、シモアグアドロシご来臨。スピラの各地より集いし、勇敢なる討伐隊諸君、己の選んだ道を信じ存分に戦うがよい。君たちの優先、エボンの老師このシーモアがしかと見届けよう。はっ！どういうことだあれ。どうしてシーモア老師は討伐隊を応援するんだ。アルベド族の機械を使う作戦だぞ。教えに反する作戦だぞ。教えに背いてはいるけど、みんなの気持ちは本当だと思うな。シーモア様もそう思ってらっしゃったんだよ、きっと。おい、ルー、うん、ただの視察じゃない。本人に聞くんだな。やはりアーロン殿でしたか。お会いできて光栄です。ぜひお話を聞かせてください。この10年のことなど。俺はユーナのガードだ。そんな時間はない。それはそれは、アーロン殿がガードとは心強いですね。はい。どうかそんなに緊張なさらずに。あのシモア様は何故にここにいらっしゃられますのでしょうか。普段の言葉でどうぞ。エボンの教えに反する作戦、止めないとまずくないですか。確かにそうですね。しかし討伐隊もアルベド族もスピラの平和を真剣に願っています。彼らの純粋な願いが一つになってミエンセッションが実現するのです。エボンの教えに反するといえど、彼らの志は純粋です。エボンの老師としてではなく、等しくスピラに生きる者として、シーモア・グアド個人として私は声援を惜しまないつもりです。でもアルベド族の機械はまずいっすよ。見なかったことにしましょう。老師様がそんなこと言ったらみんなに示しがつかないっすよ。では聞かなかったことに。マジっすか。初めて見た時からシーモアは好きじゃなかった。でもこの時はシーモアの方がいいこと言ってると思ったんだ。なんで先輩だけですか。俺も前線で戦わせてくださいよ。上の決定だ。俺だっていつまでも新米じゃないんです。前線に出してくれたら証明してみせますよ。司令部を守るのも大切な任務だろうが。俺がビサイドからここまで来たのは真と戦うためです。分かっているが命令だ。さっさと配置につけ。先輩通行許可が出たのか。うん、ガッタ、かわいそうだったな。戦わずに済んで運がいいじゃねえか。だいたいなんで戦うんだ。主役はアルベド族の機械だろ。はっきり言ってしまえば俺たちの戦いは、そう、機械の準備が整うまでの時間稼ぎだな。
ちぃ。ワッカ、もう話す機会がないかもしれないから謝っておきたいことがある。ルッツ、ダメ。なんだ。お前の弟を討伐隊に誘ったのは俺だ。女と一緒にいるよりもそいつの近くに真を近づけないように戦う、そっちの方がかっこいいかもってあいつは言ってた。ルー、知ってたのか。この旅に出る前ルールーのパンチも効いた。前線に配属された隊員は速やかに海岸に集合。悪い、時間だ。ルッツ、死ぬんじゃねえぞ。殴り足りないか。全然足りねえ。行っちゃダメ。ありがとう、ユナちゃん。通してやれ。お前が召喚師の道を選んだ覚悟とこの男の覚悟は同じだ。邪魔するな。どうしてユナが道を開けたのか、それが分かったのはずっと後のことだった。嫌いなんだな。チャップはね、ワッカが送った剣を島に置いていったの。そしてアルベド族が作った機械の武器を手に入れた。そんなことは関係ないだろう。教えに反する機械が嫌いな毒だ。
敗確実だっつうのに。やめようよ、もう。無謀な作戦かもしれない。教えに背いてるかもしれない。だけど討伐隊もアルベドの人たちもすごく真剣だよ。みんなシンを倒したいって心から願ってる。その気持ちは私たちと全然変わらない。そう思わない？あったよ。でもな、俺は機械を認めない。教えに反することを認めない。召喚士様、こちらでしたか。司令部はあちらです。キノック老師もいらっしゃいました。キノック様もですか？はい、ユーナ様もお急ぎください。まもなく戦いが始まります。いろんな準備を忘れないでください。おいおい、なんか投げやりだな。当たり前だろ。俺は真と戦いたくてここまで来たんだ。それだったのに。あーくそ。認められたいのなら、まず与えられた任務を黙ってこなしてみる。シーモアから聞いたが、本当に会えるとは思わなんだ。さしな、アロン。10年ぶりか？エボン四老師の一人、ベンキノック老師よ。エボンの総兵の指揮と討伐隊の監督が担当ね。作戦準備、すべて完了との報告がありました。わかった。下がれ。はっ。なあ、この10年何をしていた？作戦が始まる。そんな話はいいだ。どうせ失敗する作戦だ。少しでも長く夢を見させてやるさ。ひでえ。キノック老師。ああ、始めてくれ。あいつが老師とはな。聞こえたぞ、アロン。この10年いろいろあった。お前はどこで何をしている？友との約束を果たしていた。まだ終わっていない。一つ教えてくれ。お前はザナルカンドを見たのか？なんだか居心地悪いね。そろそろよろしいでしょうか。外で待機しているアルベド族に作戦開始命令を伝えねばなりません。ここも安全とは言えません。魔物が来るかもしれません。戦いの準備が整いましたら私に言ってください。キノック老師、お願いします。シンは来るのかな？シンのコケラを取り戻しに必ずやってきます。面には念を入れてコケラに悲鳴を上げさせるのです。そんなことをしなくてもシンは来る。シンは俺の親父だ。アーロンが言ってたこと思い出した。
なってんだよ。嫌いだからもうすぐ引退なんだってさ。勝手に言わせとけ。俺は特別なんだ。ジェクトは叫びたいだからもうダメだってさ。酒ぐらいいつでもやめられるさ。じゃあ今やめなよ。なんだ、やめられるんでしょ。明日にでもな。どうして今日じゃないのさ。明日できることは明日やればいいんだよ。どうして泣くかね、情けねえ。親父を感じたような気がした。まさか真の毒気ってこれかなんてさ。何人死んだんだろう。人が死ぬたびにユウナは踊る。あの悲しい踊り。ユウナはあと何回。シンがいる限りユウナは踊り続けるのか。そんなことを考えていた。と思う。帰れなかった。たくさんの物語が終わったが、お前の物語は続くようだ。
俺は家に帰れなかった。素早い退散だな。満足か？どういう意味だ？教えに反した兵士たちは死に、従順な僧兵だけが残った。昔と同じというわけにはいかんな。顔色が優れません。しかし優奈殿、このような時こそ気丈に振る舞わねばなりません。普通の人間ならば時には悲しみに浸るのも良いでしょう。けれどあなたは召喚し、人々の希望そのものなんです。真を倒すまで弱音は許されません。よく心得ておくことです。はい、努力します。不安ですか？ならば私が支えとなりましょう。ユーナレスカを支えたゼイオンのように。続きはいずれお目にかかるとき。それでは。シンはジェクトだ。実はさ、そうかもしれないってさっき思った。言っとくけど信じたわけじゃない。シンはジェクト、奴はお前に会いに来た。俺に会うためにたくさん人を殺したってのか？それがシンだ。自分の姿をお前に見せに来たのだ。なぜだかわかるか？全然知るかっての。お前に殺されるためだ。死んでいる限りジェクトは襲い殺し続ける。それをお前に止めてほしがっている。ふざけんじゃねえよ。なんであんたにそんなことがわかるんだよ。話の途中だろ。逃げるなよ。お前もな。